はい、今日は7月28日日曜日です。昨日の夜まで台風だったんですけども、今日は台風一過で天気も良くめちゃくちゃ暑くなりそうなので、今日もダラダラと、みんなとキャンプしたいと思います。よろしくお願いします。さて、ちょっと頑張って行ってこようかな。釣れました。これなんだろうな。いきなり釣れてます。はい。映ってるかな。なんでしょう。後で調べてみます。あってでしょ。はい、じゃあ何、誰が映ってますか。これで誰が映ってます。私です。私だ。はい、さあお疲れ様です。半回半回、あ、お、なんかちょっとやるじゃない。ちょっと買ってきちゃいます。メカズマーク、メカズのなんかすげえ、ちょっと天気の子見てたらちょっと出てきたんで。ちょっと待って、あ、まあ、だけ先ほど自分2回目なんで。お疲れーす。いただきます。いただきます。あ、どうぞ。ウィルキンソンで割るんか。あ、そうですね。なんか炭酸は毎日飲み方わかんないですけど、初めて買ったんです、これ。あ、ストレートじゃない。あ、やっぱそうです。ストレートきつくないですか。多分炭酸割りした方が味わかる、うん。普段飲みて慣れてないんだったらストレートいきなりはやめた方がいい。ああ。28ぐらいで割れる。あ、もうよかった。タオルなくしたと思った。やっぱこうちょっと日が陰ってくると人類に優しい、いきなり過ごしやすくなりますね、うん、これさ、落ちるじゃん日が、はいはい、気温一気に下がるよね、はい、23度とか4度とかまで下がるでしょ、夜多分、ね、寒いとか言いやすい。だってこの間キャンプ6月にやったけど夜ちょっと寒かったよね。はい、そうなんで、結局焚き火してるところにみんなに寄ってって寒くないって言って、僕テントなしで寝た時はちょっときつかった。虫が一番きつかった。うん、今日はインコが俺のあれだな。パッと。本当ですね。めっちゃいますね。多分ね、アリオスがそこら辺にあるんだよ。うん、いい匂いするこれ。焼肉の匂いがする。なんか美味しいんじゃないかな。死体があるんじゃないかな。やばい。巣に持ち帰らない。巣に持ち帰って肉団子を作ろうかな。肉団子。肉団子。これ自作ですか。これは自作じゃないよ。自作ではない。うん、あのそういうと作ってる素人の人から買った。あ、どこが素人なんですか。販売業が素人なんであって、作ってるのはプロなんじゃないですか。ああ、そうかもしれん。だって鉄筋上曲げるテクをお持ちしたんですよ。そう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 。この人はもうさっさ鉄筋曲げてる商売してる。だから鉄筋を上げるプロであって、通販するところは素人。だから素人から買ったっていうのはそういう意味で、そういう意味で代理店を通したとかじゃなくて、ヤフオクでしたっけ。ヤフオク、ヤフオク。ダンジョンの奥にいるスミスから買ったみたいな感じ。そう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 。だって俺もドラッグスター前乗ってたバイクのサイドプレート、うん、CC バーつけるサイドプレートを買ったんやけど、はい、なんかやっぱ鉄筋の人がなんか副業というかそれでやってるらしくて。だってさ、こんな池鉄筋なんてめっちゃくさ安いじゃんやっぱ、はい、だから加工した瞬間値段がさ、あの100倍とかになったらさ、それは商売にしようと思うよね。ちょっと俺もできるかなみたいな。どんな感じで、そうで、ちなみになんで俺が分かったかっていうと、うん、なんと穴の場所が違うやつが取れちゃった。え、
そうなの？え、つかないんですけどって言ったら、うん、ごめんっつって穴開け直してもう一個来るわお前んとこで開けとったんかいやー海泳ぎてーよ夜になったら全裸で泳いでも怒られないかなめっちゃ気持ちいいよ、多分。めちゃくちゃ気持ちいいよね。戻ってくるとき砂まみれ。ああ、砂まみれだね。で、そこで流してるから完璧です。で、T シャツ持ってたいって言ったいって言驚くほど冷たかった。本当だよ、驚くほど冷たかった。色水かなぐらい冷たかった。冷たいね、あれ。いや、でもこのキャンプ場、こういうのを生み出してますよ。もう今日なんかおばちゃんだったね。スタッフ多かったよ。普段あんなじゃねえよ。普段電話したら1時間後ぐらいに、あどうもどうもどうも。どうぞどうぞ。言ってたのがここなんですね。そうだよ。もう勝手にやっといてくれていいから。今日違うもんね。スタッフがいて。はい、こちらでどうぞ。はい、はい、何ですか。はい、海水浴。なるほど。瞬間におじおばちゃん2人寄ってきて。そうそう。おばちゃん2人ね。困ります。すげえよ。意外と一泊ね。あ、一緒だから一泊にしとくよ。へえ。え、なんか。このおばちゃん初めて。多分あれだろうな、夏の間だけのヘルパーだろうな。あ、普段はもうここの家族の人がみんなでやってて、うん、これ逆からも来れる来れる来れる。あ、でここさ海沿いだから夏のキャンプこんなのんびりしてるけど、うん、これさ山のさ小松の川沿いのキャンプ場とか行くとさ、まあ蚊とブヨがさもうブンブン飛んでてさ、ほんと大変だよ。それは無理です。去年加藤さんと2人で西本キャンプ場行った時は、はい、夏の時、あ、夏休み始まってましたよね。うん、で車を開けて荷物を下ろそうって開けた瞬間車の中にアブがウィーって入り込んでうわーらーらーってすごかった。来る時その話してましたね。自分あの蚊とブーはもう天敵で苦手な、うん、無理なんでここ海沿いが海に近くにあるからなんか虫がいるかどうかって話してて、ああ不安だっていう話で、あんまいないです、ね、あんまいない、全然いないんです。そうなの、やっぱね山とか川とか沿いは辛いで、うんうん、それケツ痛そうやな。だいぶ今ケツ麻痺してきましたちょっとそれ座っていいですか。座ってます。ケツ鍛えられますケツ鍛えられる。ここら辺が当たられるやつ。ケツ刺激する。この銀マット発着はどれだけ使われる。ああ、それの方が多分ケツ痛い。おお、なんか。おお。結構深く。はい。結構硬いところが当たります。手に優しい。今日は何作ろうかな。今日米俺持ってきたかな。米炊こうかな。今日はあの伊沢さんに営業されてメスティン買ったらしいです。あ、そうです。メスティンとあのお米持ってきました、ね。あ、本当。炊こうかな。炊こうか。あの自動炊きを。いつもねみんな一合炊いて一合多いやつ。多い。これね。今日は炊き込みご飯作ろうかなと思ったんですけど、ちょっと視聴者の怖かったんでなんか混ぜ込みご飯的な。いいよ。なんだっけ。失敗しても伊沢さんの米がある。え、今日炊け込みご飯に挑戦するらしいです。うん、で初めてなんでっていうから失敗しても最悪伊沢さんの食えば大丈夫だよって。大丈夫。あ、そうだ。今回スペシャルとして醤油高いの買ってきました。醤油高いやつ。一体醤油にそんなものがあるのか。醤油高いやつ。醤油のグレード。元の雫。グレード高い。本当だ。ブランドじゃないか。杉樽仕込み2年熟成。へえ。どこで買ったの？途中でスーパーマーケット寄ったところです。へえ。なんでスーパーだったかな。財布に乗ってっか。財布のレシート入ってる。これと、あ、伊沢さん、俺もそれ写真撮ります。いいね。うん、これ綺麗ですよね。いや、普通になんかセブンに置いてあったやつで、うん、隣にセブンのプレミアムなんか4500円
ってそれラベル書いてなかった、うん、これまあ同じぐらいかな倍ぐらいで確かにそうだよなそうだよなこのビジュアル通りのビジュアル通りでした素敵あれ素敵素敵会計を持っていてちょっと1000円ぐらいになってでしかもちょっと外国人の手になったんでちょっといいですねこれじゃあいいよいやじゃあいや買うかおすごい銀河高原ビールペールエールいただきまーすえ石川県観光連盟推奨このシール1枚貼るのにどんだけのあれをしたのかねうんこれ隣の醤油の売却したんですけど、うん、シールがこのシール代だなこのように怒られるそれ飲まないでよそうポキュッと塩味もうこの時点で超いい匂いします、ね、杉わかんないすごい匂いしますあ美味しい味がする美味しい香りうん美味しいねほんのりおおなんかそれお湯に溶かしたらもうこれお湯に溶かしたらもう確かに匂いしなくなったもう最初開けた時この香りが爆発的にしたこれもうお湯で溶かしたらもうおすましですましで無限にすましで言っていいですか、うん、僕これだけ欲しかったんですけどあれ謎の BGM がハワイハワイかな夏だし5時で基本的には受付終了だなおじちゃんたち帰っちゃうあつもう絶対夏のキャンプダメだよ、うん、やっちゃダメだよこれ夏はちょっと、うん、まあやるんだったらプールじゃなかった水泳して入ってくるぐらいですよねだってなこれは辛いわしかもこの後鍋やろうって言ってるこの僕らの狂気を感じるな鍋の発想はなかったですやっぱね冬やらないとゆるキャンプのは低いまあいいやあの鉄板と油はあるんで焼いてああ焼き餃子醤油もあるし餃子のタレもあるなるほど担々焼き餃子にするな担々がないですけど担々焼き餃子かっこ担々抜きみたいな担々つけ麺のタレがあるんですようんあの要はうどんとか茹でて冷やして水で洗ってつけ麺風のやつの担々麺風のやつ味付けを要はひき肉の辛いやつでしょ多分そうです、うん、でなんで焼いてバンバンとして食べれば加藤さん、はい、俺この間もどっかで言った気がするけどどうして飯まずいおめえは勝手に自分まいずしてそうそうまずスタンダードなレシピで料理を作れっていうのにこれ成功してから成功の組み合わせでこれがありなんじゃないかお前そうそうそうどうしていきなり変化球から投げようとするんだお前はっていうのがカーブの方がストライク取れると思ったからいいと思ったからもうね、アレンジしちゃうんですよ、ね、もうあらゆることにこれ共通しててプログラムでもなんでしまず読めなんでこんな聞いたこともないリナックスのディストリビューション使ってるのいやなんかなんかかっこいいと思うかっこいいからだからかいいあの有名人が使ってるってなんとかラジオで言ってたからあそこでも嫁のヘイトが集まるだけなんだはいなんか寄ってお土産買ってきた割となんかここからお昼現象が見たいよとかが非常に強いんで、ね、だいぶ剣が燃えてるようですねうんこれは何ですか秘密意識的なのがハイテクなやつそうそうそういや多分ローテクやったかローテクなんですまさかそれで米炊くんじゃないですよねえ炊かないよパルタンパルタン炊かないよ炊いた方がちょっとあれ面白いいやでも伊沢さんのこの前のそれでお借りしてフライパン乗せたけど全然フライパン熱くなりませんでしたねね玉ねぎが炒まらない炒まらないいやひどかったよやっぱもっと針葉樹のやつ突っ込んで火ボーボー上げないと、ね、ボーボーやんないとね
佐藤ちゃんのバイクめっちゃかっこよかったな。マジか。はい。で、カウルがついてるんですけど、あのカウルの恩恵に預かるぐらいの速度がまだ出してないどうだよな。あ、今能登有料走るときに、こうやって何キロ出るかやってみろっつって。怖いからいいです。そりゃそうだよな。下道で来たんでしたっけ。クロスカーブ乗れないかな。下道。ああそうですね、うん、え、帰りじゃあ能登有料通ってきたんだ。そう多分めっちゃ怖いんじゃないですか。あ、まあでも大丈夫だと思うよ、うん、むしろ慣れると思うよ、うん、最初皆さんまだ乾杯しないので、うん、あ、マジっすか。ぜひお願いします。令和初の。そんなことなかった。令和初。そんなことはなかった。まあまあやってる。まあまあやってるね。こんなことな。加藤さんのやつ、これみんな揃ったし乾杯。えい。ちょっと待って、ヒートめっちゃ。うわ、カビ臭。あれ、ちゃんと洗ってこんでます。じゃあ俺水にするか。俺水で。これ俺の水か。私水持ってきてないんで。自分持ってきてんな。僕いる、持ってきたけど。毎度ありがとうございます。あ、じゃあこれ伊沢さんの。あ、ここに置いてあったやつ。うん、そこに置いてあったやつは俺の。はい。え、いいよ別に。乾杯。はい、はい、乾杯。ちょ。はい、はい、乾杯。いただきまーす。もう3本目だけどね、俺。もうね、武田くんがちょっと前までさ、これどうしたらいいんですかって言ってたけど、今やもう俺のキャンプはこれみたいな。自分で自分のこうキャンプをプロデュースできるようになってね、すごいこっちゃで。本当騙されたわ。またたまたまうちの会社の経費節約のタイミングの時やったしな、冬ちょうどよかったね。本当ずるいわあれ。経費節約ね。皆さん会計士の人、金田さんレシートないですかね、なんか変わんないといけないもんないですかって言われて、って言った時にザワイショップからアクモノザワイショップね、あって、こういうのいいよ、用品とかって経費になるんですか、なんかそういうの仕事なくしてないなって言ったら、あ、石川県で初めてグランピングやりました。あ、それっつって。じゃあキャンプキーボッケ。じゃあちょっと伊沢さん、今日別に炎あるんで本格的にやる気はないんですけど、ここだけ火を入れてみたいです。いいよ、ここだけ。ああ、そういうことください。あれをあれね、ここによく開いた松笠ある。松ぼっくりで、松ぼっくり。ナイフって武田君持ってないんだっけ。いや、やばいやばいモーラナイフ使ってみるのね。やばい、まあ、そうか、前のナイフ使ってたよね。やべえやつや、それ。じゃあちょっと細かくしねえとそれ入らないんじゃない。はい、ちょっと待ってな。あ、そう、分かったよ。いや、もう、あの、経費削減のタイミング終わったんで、もう別に買いたくないんですよ。あ、僕のキャンプブームはとりあえず一旦終わったんです。ああ、なるほど。次の経費削減のね、波までね、欲しいものリストを充実させといて。だって 夏あれでしょ、あのオフシーズンなんですよ、ね、オフシーズンだよ。夏はね、もうオフシーズン。じゃあ次、冬の感じ。そうだよ。何入ってるそこ。もしかしたら、火打ち石。ホイッス切った。そこにホイッスル。ありました。まあね、生命の危機になったら7、3時間からね。え、さっきでもあれシュッてやるやつ入ってた気がする。入ってた？あのその先端の三、ちょび三角のところをくるくる回してください。ちょっとあの今手に持ってる。マジか。こっち側。そう。それ。そこ。あれ、ここは多分普通の。え、なんかそれシャリシャリってやるやつじゃないですか。あ、それ火打ち石や。でしょ。そうなんですか。うん。シャリシャリってやるやつでしょ。さっき吹いちゃいました。ふーって。シャリシャリの相手がどこか知らないけど。相手どこにおるんやろ。ここですか。なんか、さっきの、あ、そうかもしれないけど、さっきの用途図を見ると書いてある気がする。なるほど。多分そんな危ないとこじゃない、もっと簡単とかじゃない。そのスコップ欲しいな、やべえな。なんなん。怖い。なんなん、日露戦争に参加するつもりか。皆川ショップ。怖い。皆川ショップ。無意味に持っといたいな、それ。あ、どうしたらいいんですか、マスボックに。これもっと細く。え、どうしたらいいのって。ナイフで割るんだよ。シュッシュッシュッ。
ちょっと忘れて忘れたかな早いな忘れるのだって僕の私生活に必要ないと思っとったこれを買うまではこれを買うまではあまずナイフだろうしおる男のツールってまずナイフって習ったよ中学校ぐらいに、うん、結構下の方やばいんじゃない吉岡くんそんな反応ついたんだねできるのあれ今日ファーストトライあそうです、あんまなんか山に行ってまでなんか料理しようとはそこまで思ってないです結構簡単なやつです、はい、ありがとうございますあれやばいっすねインスタ映えするんだよ映えちゃうかねついつい映えちゃうあれにビールあったらもう最強じゃないねえどんどんくれてないからあーなるほどねこんな感じあ、いいんじゃないこっちすごいいい感じこんな感じおーこんな感じ見た目が違う火力やったご飯も炊けましたあなるほどね缶詰そのままできる俺もどうしたら倍に耐えてるそうそうそう缶詰はもう温めて食えるよあなるほど自分のやってるやつの、うん、そう今作ってますっていうのを作るぐらいひたすら道具を見ながら必要交通してあるものに必要そうなのメモを書いてナイフなんだナイフ1本あればいいってランボーが言ってたよそれ違う世界人で確かに彼にナイフは必須ですけどナイフ1本あればいいって葉っぱですねあれはちょっと違うやつだったなハッピーになれますハッピーになるやつナイフ1本あってハッピーになってたやばいっすやばいっすねそれはやばいっすねなかなかのサイコキラーですねこれもいるどうしようじゃあちょっとこれあれでしょうか食おうぜうまいどうデビルを感じるこれ打天使の味がする打天使ますこれ絶対次これ行こうと思ってもう考えてたよねそこのサイズ来た。それでサイズ来た。はい。あ、そうか。あ、取っ手が浮いてるんですか。あっち。あ、でもいけるじゃん。こういけるいける。ちょっとな、頭にライトつけた瞬間にめっちゃ虫来るんですけど。あ、ライト大好き。やだ。やだ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 。やだ。うわ。びっくりした。いい感じになるでしょ。おー、びっくりした。できた。もうできた。それそのまま江沢さんに渡しとくで渡さないと何が僕今あの ガパオに集中してるし、はい、ごめんじゃあ江沢さん2周目お待ちください了解ですガパオに恋してお、なんかそういうドラマを作れるなこれなタピオカに恋してみたいなタピオカ僕ね、ネットで見たんですけど日本の女子高生がほうよく青ガエルを絶滅危惧種に押し合ってるというイメージがやばくないですかそれやばくないですかやばくないですかタピオカ青ガエル自然保護団体何をしとるんやほんまやわ日本の女子高生があまりにもタピオカを食べ過ぎてタピオカの卵を頑張って産んでるタピオカ青ガエルがもう絶滅危惧種なんですそれあれやな牛の日にそういうツイートするといいよねって言ってタピオカとはって検索した瞬間にあのキャッサバキャッサバって書いてあるキャッサバあなんかでかいのおるでかいのおるうわー何やん俺が飯をやってる最中にこれはパーフェクトご飯ではそれでどうすんだこれにこれやなこの子をかけあっちっすこれなんだガパオライスの素うわぁ美味しいっすねねガパオっちゃったなガパオうわぁうん、合体。オーライス合体。
え、どういうことえ、どういうこと中学生並みのゴロじゃーん、ガパオできたー、ガパオったよ。ここ、ここをね、ここプツン、うわーうわー、潰れるわコンプライアンスもいただきま、いただきまーす。じゃーん、餃子は全部入れちゃうね。うまやばま、うん、餃子もらったよ。担々つけ麺の素が入ってます。へ、甘いよ、うん、結構甘みがあるよ、うん、酸素の味がします。残りのもやしどうする？残りのもやしここに入れていくんですよ。入れればいい。これ食い終わった後よ。それか、うん、あ、まだなんだっけ、あれがあるよ。ソーセージとネギあるから、これで野菜炒め作った。あ、トントロありますよ。うん、トントロもあるし虫よけや虫が虫に抗議ええやん、虫に好かれて。蚊にめっちゃ刺されんだけどさ、俺夕方にやんでいると。蚊って人間刺すのはメスしかいないって知ってた？最大のモテ期到来です。モテ期なんですよ。血まで吸いたいぐらい締めるだけされてやばい。どんだけモテ期なの。モテすぎちゃってさ、他人の子供産むのに他人の血吸うのかね。うーん、やめろうーん、やめろ。コントロール切った方がよかったね、これ。あ、でかいね、これね。あ、でも塩麹めっちゃついてるから。あー、いいかも。切る気起こんないコントロー、バーン。いただきまーす。はい。これあとマルチョの。ちょっと味薄いかも。マルチョ。神戸屋でしょ。うん、すげえな。塩麹味ついてますけど。うん。薄かったらなんか塩かと思ってる。うん。醤油か。醤油か。塩かも。ありがとう。武田君の。僕の水で作る。うん。全然武田君活躍しとる。しとるよ。しとるよ。ストラムワークがないでしょ。僕の水、いただきます。ウェイウェイミーちゃった。ちゃんと取って、よいしょ。こうしてこうじゃろ。今日はこいつですいただきます。こんなすごいのいただいていいんですか。ありがとうございます。見えた。じゃあ僕入ってワインいただきます。いただきます。この音、オリハルコンの音、オリハルコンの音この乾杯ができるのは上級国民。うわー、マジか。ついに俺も上級国民の仲間入りや。チタンのカップで。いやー、どっかしょ。浜松餃子、玉ねぎの味ってうまかったですね。甘かったね、結構ね。今度餃子作る時玉ねぎ入れてみよう。あ、おいしい。あ、このワインおいしい、おいしいっすよ。うん、おいしいけどいっぱい飲める味じゃないよ味濃いもうめっちゃ味濃いし、コルクのカスが浮いてるし、あれ。ふみ。いや、すげえいい香り。うん。うん。あ、これ美味しいっすよ。伊沢さん。伊沢さんの車状態です、これが。ね、そうなるよね。油跳ねてそうなる。そうなるよね。